朝天皇派と後白河法皇派で政治の主導権の取り合いが行われてきていたが、二条天皇が若くして亡くなり、六条天皇は5歳で上位、次の高倉天皇もまだ8歳であったことから、後白河法皇派が政治の主権を取りつつあった。また平清盛たちも後白河法皇との関係を濃くすることで政治の中心に居続けていた。しかし後白河法皇は内心清盛の昇進を快くは思っていなかった。前9年の役や後3年の役で功績を挙げた武士たちもせいぜい受領という地方長官を任させる程度だったのに、清盛がここまで自分の思うままに過ごせるのはやはり世が乱れているからだと思いはするものの、きっかけがないので懲戒を出したりすることもできなかったのである。平家もまた別に朝廷をお恨みすることもなかったのだが、世が乱れ始める原因が起きたのは、ちょうど清盛の長男重盛の息子で当時13歳だった助盛が若い侍を30人ほど連れて鷹狩りに出かけ、夕方六原に帰ってきた時の話である。当時の摂政だった藤原元房公ご一行が代理からお帰りになるのと、助盛一行がばったり出くわしてしまったのだった。元房公のお供の人々が、すぐに乗り物から降りよ、失礼だぞというのを思い上がっていい気になっていた助盛と、まだ20歳にもなっていないお付きの若者たちは、馬から降りることもなく突っ切って走り抜けようとしたのだった。清盛の孫だと知っていたのか知らなかったのか、とにかく助盛はじめ全員が馬から引きずり落とされ、散々の恥ずかしめを受けてしまったのだった。助盛は這うようにして六原に戻り、清盛にこのことを話す。清盛は大いに怒って、たとえ摂政であろうと、わしの周囲の者には配慮するべきなのに、まだ幼い助盛にこのような恥辱を与えるとはどういう了見だ。こんなことがきっかけで人に侮られるようなことになるのだ。このことは思い知らせてやらねばならん。というが重盛は、父上、このようなことは少しも腹立たしいことではありません。同じ武士である源氏の頼政や光元などに侮られたなら、平家一門の恥ともなりましょうが、私の息子でありながら摂政元房様がお出ましなのに、乗り物から降りないということこそが不作法なことだったのです。というと助盛とそのお供の者たちを呼び、お前たち、今後はこういうことのないようよく心しておけ。私はこれから摂政元房殿に無礼を謝ってくる、というのだった。その後清盛は重盛に相談もせず、田舎侍の強そうなものを60人ほど呼び寄せて、高倉天皇の元服の打ち合わせで摂政元房が代理に出かけるとき、どこでもいいから待ち伏せて家来どもの元取りを切り落とし、助盛の屈辱を晴らせ、という。摂政元房はそんなことは夢にも知らず代理へと向かった。清盛に命じられた侍どもが300騎余りも待ち伏せていて、清掃している元房の家来たちを追い回し、引きずり回し、元取りを切り落としていく。切り落とすときに、これはお前の元取りだと思うなよ、主の元取りだと思え、などと言いながら切るのである。元房公が乗っている車のすだれをむしり取り、車を引いている牛の手綱を切り捨てるなど、散々の狼藉を働いて六原に引き上げていくのだった。清盛は、よくやった、とご機嫌である。これが平家の悪行の始めと言ってもいいかもしれない。重盛は驚いて、父上が馬鹿げた指示を出されたならば、私に報告しなければいけないとは思わないのか、とその狼藉に加わった者はみんな追放してしまった。そして息子の助盛には、先端は双葉より芳しというではないか、12、3にもなれば礼儀ぐらいはわきまえて当然なのに、こんなたわけた真似をして父上の悪名を立てるとは親不孝にも程がある。原因はお前一人にある、と言ってしばらく伊勢の国に追放することにした。それでこの重盛のことはみんなが感心したという。そんなことがあったので高倉天皇の元服の式典は延期されたが、年末には改めて宣旨があり、摂政藤原元房公も太政大臣に昇格した。年が明けて元服の儀が執り行われ、清盛の娘徳子が女子として受胎した。徳子はその時15歳であった。3年後左大将の辞任に伴って、次期左大将が誰になるか世間はざわついた。左大将の候補だとされる人は3人いたが、特に藤原の成親卿は熱心に左大将の座を欲しがった。後白河法皇に可愛がられていたので、それを傘に着て左大将の座を獲得できるよう様々に祈祷を行うことになった。まず石清水八幡宮に100人の僧をこもらせ、大般若経を7日間読経させることとした。するとその祈祷の最中に山鳩が3羽飛んできて突き当たって死んでしまった。鳩は八幡大菩薩の第一の使者である。この石清水八幡宮でこのようなことは今まで起きたことがない、と代理に申し上げると、後白河法皇も、これはただことではない、と占ってみることになった。占いの結果は、
深く慎むことと出た。ただし帝や院が慎むのではなく臣下の慎みのことであると出たのだった。成親卿が不遜な昇進を望んでいることを指していたのだろう。成親卿はそんなことがあったが恐れることもなく、昼は人目が多いので夜な夜な歩いて烏丸御殿から上賀茂神社へ7日続けてお参りをするのだった。7日目の夜、屋敷に戻ってから少しまどろんでいると、夢に上賀茂神社らしき場所が現れ、その中から気高い声でこう歌うのが聞こえてきた。桜花、鴨の川風恨むなよ、散るおばへこそとどめざりけれ。桜の花よ、私を恨むでないぞ。私の力ではそなたの昇進を遂げさせてやることはできない。成親卿はそれでも恐れることなく、上賀茂神社の杉の洞穴に祭壇を建て、徳の高い僧をこもらせて、100日間の祈祷を行わせた。神社に僧を送り込むという無謀なことをしたのである。すると、一転にわかにかきこもり、雷がその杉の木に落ち、木が燃え上がり、まるで宮中が炎上するように見えるのだった。上賀茂神社の神官たちが火を消し止めてみると、僧が一人祈祷を続けている。この者の祈祷が神の怒りに触れたのだ。祈祷をやめなさい。というが、この僧は、まだ75日目だ。私は100日の祈祷を成し遂げなければならぬ。と動こうとしない。しまいに神官たちはこの僧を散々に打ち据え、追放してしまった。神は度を超えた無礼な願いはお受けにならないというが、この成親卿も身分不相応な願をかけたせいか、こんな不思議なことが起こったのだった。その頃の昇進については、後白河院の思う通りにもならず、摂政関白の思う通りにもならず、ただひとえに平家の思うままだったので、結局清盛の長男重盛が左大将に、次男宗盛が数人の上級貴族を飛び越えて右大将になった。これにはみんな呆れて言葉も出なかった。さて、あれほど願をかけていた成親卿は、徳大寺や火山院に先を越されたのなら諦めもつくが、清盛の次男の宗盛なんぞに追い抜かれたのは納得できぬ。どうあっても平家を滅ぼして恨みを晴らしてやりたい。と言ったとかで、それはまた恐ろしいことであった。成親卿のお父上は同じ年齢の時に中納言までしか昇進できなかったのだが、成親卿は末っ子だったにもかかわらず、小2位大納言にまで上がり、たくさんの国もいただいていたのだから、それを恩に思っても何の不足があっただろう。これは魔が差したとしか言いようがない。平治の乱の時にも一歩間違えれば処刑されていたのを、重盛殿がいろいろと取りなしたおかげで首がつながっているにもかかわらず、陰で軍備を整え、兵を募ったりするのだった。東山の獅子ヶ谷というところにいつも集まって、平家を滅ぼそうと謀略を巡らしていた。ある時、成親卿を可愛がっておられる後白河法皇もそこにいらっしゃった。上見法院がお供である。酒盛りをしながら平家討伐の計画を話しているのを聞いて、上見法院が、このように人が大勢いるところで、そんな話をなさって、外部に漏れたらどうなさるのですか？とたしなめる。成親卿はそれを聞くとさっと顔色を変えて慌てて立ち上がった。立ち上がるとき、後白河法皇の前の徳利を袖に引っ掛けて倒してしまう。法皇が、どうしたのだ？とお尋ねになるので、成親卿は、平次が倒れてしまいました。と答える。後白河法皇は笑って、皆の者、猿楽を待ってみせよ。平野康則がさっと立ち上がって、ああ、あまりに平次が多くて酔っ払ってしまいました。という、春眼宗図が、さてさて、それではどうすればいいのか？というと、最高法師が、首を取るのが一番でござろう。と、平次の首をもぎ取って奥に入ってしまった。上見法院は、このあまりのふざけ方に何も言えなくなってしまった。全く恐ろしい出来事であった。